だこりゃ。なんて数だ。周り一面全てが牢獄なのか。真ん中のあれなんだ。何にしろ偉そうで悪趣味。ここより先へ抜ける道はない。どうやらここが終着地点、メメントスの採用ということのようだ。ならこのどこかにメメントスのお宝が。多分それで正しい。我が輩もここへは来たことはないが感じるんだ。間違いない。あれが消えれば、あれが消えれば大衆は目覚めるはずだ。だがとても運び出せないぞ。消えりゃいいんだろ。持ち出せねえならぶっ壊すまでだぜ。ああそれでいい。破壊しよう。やったら異世界丸ごとなくなるんだよね。いよいよこれが最後か。おっと、さすがに見つかったか。ただ黙って壊される気はないっぽいね。囚人たちまで何やらざわつき出したようだ。不気味だな。何かする気か。やっぱりあれがお宝ってこった。確かめる手間が省けたぜ。ちょっと待って、やっぱりおかしい。大衆が自分で自分たちを囚人にしてるってシドは言ってたけど、自動で反撃するこんな巨大なシステムを本当に彼らが動かしてるの？それにすごく統制された監視や兵隊もいたし。大衆たちとは別にここを支配してる者がどこかにいると言いたいのか。何今の。いいだろ、後にしろ。ここまで来て負けんなよ。こんなやつさっさとぶっ壊そうぜ。みんな気合を入れろ。よし行くぞ。それベルトだ。こんな数の囚人たちに後押しされていては。人間でありながら人間の望みを絶たぬとする愚か者どもよ。誰？悔い改めよ。お宝が喋ってる。我は手にしたるもの全ての夢を叶えようとして崇められし者、聖杯と呼び習わされし存在。聖杯。
最高のロープのありさまは人間の望みそのものである。等しくしばらく思考を放棄し、世界に関心も向けもせず、英雄の世直しすら無にいさせず、下に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し、牢獄と化した。クソが、ありがたがりやがって。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。おや、今度こそぶち割ってやるべす。負けてらんないよ。もっともっと攻撃するんだ。やっぱりだ、あいつ回復するたびに色が。やってやる。What the f- what the heck was that point of that buff?
痛い。望まれぬ正義に酔いしれる愚か者どもよ、これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。そうね、悔しくて泣きたいよ。私は絶対に賛同しない。我が輩がなりたいと思ってた人間ってのはそんなんじゃねえ。現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえから命を懸けてここまで来たんだ。オナちゃん、そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。かような異界にとどまらず現実へと侵食を果たす。 It finally works. Holy shit. ふざけんな。侵食って一体何をする気。ちょ、やばいよ。嫌な予感しかしねえ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が言うような愚かな奴らばっかりじゃねえんだよ。怠惰で愚かなりし人間どもよ、すべての心を我に差し出せ。今こそ融合がなされる時。おい、地面が消えてる。ざけんなよ。そうだったのか。全部思い出したぞ。みんな無事。足りめえだろ。あ、っていうか服が普通のに。見ろ。え、渋谷戻ってきたのか。戻ったというか追い返されたんだろうな、聖杯に。私たち負けたの。それはわかるけど。メメントスの景色が渋谷に。まさかこれが融合。どうなってんだよこれ。何なんだ、なんで誰も。こいつは
るとは。こんなどうすんだよ。あれ、なんだこれ、夢か。なんだこれ、どうなってる。カオル、カオル。この景色は現実なの。夢とかのんきに言ってらんないみたいね。え、嘘。え、ちょっとこれ、このピンクの何。あれれ、そんな世界が変になってる。何、何が起こってるの。おいおい、何が始まるってんだ。信じられない、どうしてみんな普通なの。見えてないの？あの子たち、無事でいるかしら？信じられない。ここ、ゲームの世界じゃないよな。みんな、見えてない。すげえ天気いいな。ドライブ行く？はい、ええ。ああ、明日の打ち合わせの件ですが。新型のスマホの発表、今夜来るって。怪盗って結局何だったの？怪盗とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ今さら誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。多分おかしいと感じられないのよ。どうした？なんかグラグラする。ふたば、捕まって。あんちゃん。これも聖杯の仕業なの。ふざけんな、クソが。君悪いことしやがった。俺の手、リュウジ。嘘でしょ。俺たちに何か。やだやだ、消えちゃう体が。そうか。そうだも、私ではない。貴様たちが人々の認知から消えようとしているのだ。この声、メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ、クソ。リュウジ、ここまでなのか。モルガナ、私たち何を間違えたの。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。我が輩、我が輩はすまない。作戦
パイだ。結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。まもなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。あ、死刑。神の決め事は絶対。我が心には水泡に引きし、すべては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした。速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。では囚人、これより刑の執行に移る。生意気な。この後に及んでまだ反逆の意思を示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人。おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。くらえ。くらえなさい。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。どうだ。やはり違う。私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ、何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。Thank you.
答した。死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何？頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。助けて。願いはあなたが真なる更生を果たすこと。私たちは誰かを殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ。我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ合体を。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました、あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者。取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。
気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや、願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で怠惰から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいよった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は何時気づく。I don't get what the hell is the point of that when this game is done. もうしばらく観察してみるのもいい今日だ。お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら、世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。よくぞ選択してくれました。どしがたき愚かさ。自ら死を選ぶか、なれば今度こそは用済みだ。我が主。いやはや、この場所ずいぶんと久しいですな。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う方。すぐに理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。さよう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたならきっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てを話しましょう。さあ、お行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。
かわいい。ごめんなさい。ありがとう。信じられる仲間っていいものね。行きましょう。最後の大仕事、負けて終われないわ。ねえ、そう、うん、あれもすごい。And then he reverts back to their regular clothes. No. Tanomu ze. Avenza. では頼んだぞ。
あのね、私の名はイゴール、ベルベットルームの主をいたしております。私はラベンツァ、同じく住人でございます。皆様をお待ちしておりました。ベルベットルーム、主は長き幽閉より解き放たれたばかり。お力が万全ではありません。僭越ながら代わって私が。ねえ、モルガナは？お会いになりたいですか？そこに。んなとこに隠れてたのか？我が輩、ここで生まれたんだ。悪神を人間の精神世界から打ち払うために。モナ、我が輩の役割はトリックスターを見つけ悪神を倒す手伝いをすること。そのために我が輩はここで主に作られた。さよう。本当に全部思い出したんだよ。ここが悪神に乗っ取られそうになった時、主が最後の力を絞って我が輩を作った。わずかに残った人間の希望を集めてな。聖杯、いえ、今や神を名乗るあれは人間に永遠の霊俗を強いる悪神です。思考が停止した人間ならざるもので現実を満たし、自身の永遠の繁栄を実現する。それこそが悪神が目論む人間の破滅。いや、あの、言ってる意味全然わかん。黙って聞いて、もう時間がないの。ちょっと待って、聖杯が神？なんで意志があるのか疑問だったけど、まさかあれはお宝じゃないの？いいえ、あれは紛れもなくメメントスのコア、大衆の歪んだ欲望そのものです。もしかして支配されたいと望んでるからお宝が神様に？その通り。悪神は素養ある二人の人間を選び争わせました。世界を残すか壊して作り直すか決めるために。一人は大衆の歪みを煽る者、名を明智五郎。彼が勝てば人間の世界を壊して作り直す。もう一人は抗うトリックスター。それが彼。こいつが勝てば人間の世界を残す。そういうゲームのはずだった。表向きはな。悪神は知っていたのです。怠惰な人間に変革など起きぬことを。なぜなら悪神は大衆の歪んだ願いそのものなのですから。 I learned a new Japanese word. ですが、我が真の主は人間を信じていました。必ずや人々の中から変革を成し遂げるトリックスターが現れることを。しかし悪神は可能性を笑い、そんな素養を持つ者を逆に絶望させ、人間の無力を証明しようとした。そして彼には大きな素養があった。だから近づいてきたのです。救い主たるトリックスターを育て、それを拒絶する大衆を見せつけて絶望させる。おそらくは悪神自身にとっても
危険の芽を摘み取る意味があったはずです。思えば引き裂かれていた間も私は公正という言葉にどこか矛盾を感じていました。当然です、公正など偽物があなたを監視しておくための方便だったのですから。最初から勝たせる気のないゲームにこいつを巻き込んでたってことだ。クソが、なんてこった。今やあなたたちの現実世界はメメントスと融合されました。大衆らの怪盗団を拒む認知に満ちた今の現実にあなた方の居場所はありません。悪神の目指す世界はもはや成就の一歩手前だと言ってもよいでしょう。でもまだ希望はあります。悪神の正体が暴かれた今、あなたもまた本来の意味で更生を遂げるべき時、牢獄を出て歪んだ世界へ囚われた人々の全てを救う、それができるのはあなただけ。モルガナが導いた真のトリックスターたるワコードよ。悪神に挑み現実に居場所を取り戻す、その覚悟はできていますか。あんのムカつくキンキラのお宝野郎、今度こそぶっ壊すぞ。大変結構、恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。楽しみでございますな。出口はモルガナが知っています。モルガナ、彼らを導いてください。本当にお疲れ様でした。あなたに課した過酷な務めもこれで。ねぎらいの言葉は終わったらたっぷりいただきます。ついてこい。Huh. I wonder. That's what. Joker. こっちだ。また渋谷って、そっか、体が消えた時いたんだよね。やっぱりまだ誰も異変を自覚できないままみたいね。見ろ、今抜けてきた扉、これは確か開かずの独房。そう、独房の正体は歪みに飲み込まれたベルベットルームだったってわけさ。そういえばこの中で生まれたって言ってたものね。待てよ、ってことは中にいる最も危険な滞在人って俺らつうか、要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分ずっと前から悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られて、あの野郎の巣メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうかモナ光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれなんか光ってね、つうか妙な格好のやついんぞ。あの格好どっかで見覚えが。あ、怪盗団じゃないか。確か前に怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団？ああ、あったあった。そういや怪盗団っていたな。前と違う。私たちは見えてるの？でも全員じゃないみたい。大勢いる中のほんの一握り。まさかモナの光のおかげか？でも怪盗団って思い出してくれたのよ。
希望の鍵。モナ、導いてくれ。俺たちはどこへ向かえばいい。あそこだ。あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。では全章ご覧ください。ではお連れください。 Might as well. ではご分を。How's that possible? この場で処刑する。乱してんのはそっちでしょ。反逆者には死を。こいつらに話は無駄だ。倒して突破するぞ。死ぬこと前に耳を。
This is the hardest mode. Too easy. やっと身の危険に気づいたか。焦んだよ。これだけはっきり目の前にあるのに危険が迫るまで気づけないなんて。これからもっと大変なことになるぞ。町の機能は全部止まってる。今は騒いでられるだけまだマシってもんだ。これでもまだ人任せのやつなんてさすがに面倒見切れないよ。とにかく神殿へ向かうぞ。こいつも倒すぞ。怪盗団の存在が目に入れば気づく人だって増えるはずだ。望むところです。
I can't believe this. This is way too easy to beat the hardest mode. Nope. Oh, pain is the part. That's a hell of a Chinese character. Holy shit. That doesn't work. Dang. What is her luck? Holy crap, why is she keeps on getting crit?
Stop! Oh man, that just takes the fun out of it. Empathy cake. を次々と打ち滅ぼし、我が前にまで至るとは。その口ぶりじゃ、足止め役もあんたで最後みたいね。己の望んだ支配者を己の刃で打ち取りに来るとは、なんと傲慢で救いがたき生き物よ。支配など誰もが望んでいるわけじゃない。自由でありたいか、多様さが愛しいか、ウヌラのような秩序を悪と叫ぶ跳ね返りを持て余し、人間は有史以来醜い争いをやめられない。ようやく今、皆愚かさを認め支配を望んでいる。それを乱すウヌラのどこに正義がある。望みを何でも叶えてやるのが正義じゃねえだろう。それにこんな壊れた世界で牢につながれて生きてるなんて言えるかよ。 道を間違っていたら、目を覚まさせるべきです。己が信じた正義のためには、あまねく冒涜をも顧みぬか、もはや是非もなし。 Come on!
Oh, you want to play that game? I can do that too. Watch that. Watch this. Hold on. Wait two turns. Oh, this is gonna be a pain. Oh gosh, dude, this one, out of all the bosses, this is the hardest one, or the one that has the most resistance? God, kidding me. GG. Oh, that's cool.
Okay, so let's save just in case. And then we'll go back down. Show me, please. Thank you. やるか。 Let's do this. Yosh. Ningen Gotoki ga mata shitemo hankai you ka. Taikou no rougoku wo kobanda hangyakusha to mo yo. Sochi koso. Otakara ga kamisama kidotte nai de damatte koasare nasai. まだわからんか。貴様らの行動は救いになどならん。なぜ我が聖杯でありながら神だと思う。どういう意味？選ばずとも良い自由、考えずとも良い自由。だが皆が誰かに肩代わりをさせた気でおれば、 実際は誰もしておらぬのが当然の道理。そこに広がる巨大な歪みを誰が引き受ける。その答えがあなただというの？いかにか。つまりは人間自身が聖杯に支配する神であれと望んだのだ。それを拒み続けるならば、 もはやこの世に貴様らの居場所などないものと心得よ。だからどうした？あくまで抗うのか。誰からの称賛も得られんとしても。周りの方がどう思うかに縛られるのは随分前にやめました。そういうこと。従わぬというなら今一度受けるがよい。 我が秩序を乱す俗どもに、裁きの鉄槌を。何を出そうというのか。我は大衆の願いを叶うる者、大衆の願いの声を。おののけ人の。 まずはあの輸血のチューブみたいな補給線をなんとかするぞ。じゃないと終わりがない。ただし相手もそこは分かってる。真正面からやっても邪魔される。誰か一人切るためだけに送り込まないと無理だ。そいつが切ってる間、邪魔されないように残ったメンバーは攻撃して注意を引いてな。補給線を切るのが最優先ね。 私が行くのね。うん。任せといて。テルコナ。よし。テルコナ。やるわ。 我が統制こそは大衆の幸福。それを分からぬ愚者には滅びを与えねばならぬ。気づかない。
ないでね。いい調子、進むからね。Damn, dude, that took... No. Jeez. That takes so much damage.切ります。うまくいった。どうよ、見たか。囚人どもの力が流れ込んでこい、反逆者どもへ。回復手段は潰したな。あとは真っ向勝負だ。やれ。Too easy. Finally, you did it. How? Ah, I'm
目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。意識よりいいですし、管理者統制の神ヤルダ・バオット。ありえねえぞ、ビールかよ。聖杯の時点で、あんだけでかかったのに。管理者の役目は、人間を正しい発展に導くこと。そして人間の愚かさと対抗が示された今、それを粛清するのは神の役目。てめえがってな、デキレースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れ、怠惰な思考をまき散らし、世界を退化させていく。人間に任せておいては緩やかに破滅するのに、もはや公正などとは生ぬるい。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の前の一本道を行くしか能がない。なぜなら悩むこと、選択することは苦痛が伴うから。道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。そんなものは理性なき獣の群れと同じだ。てめえで勝手に理想を押し付けて勝手に失望してるだけだろ。神のくせに思い込み激しいな。人間のためというのなら、人間に倒されるのもまた本能では。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来は我の采配次第。歯向かう者は天よりの刑罰を下す。桁違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒ならできる。当然。神を倒して優秀の美化、芸術だな。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく、最高にバカな連中だぜ。お前たちと組めて我が輩幸せだったよ。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。我が統制に歯向かう反逆者よ、破滅せよ。
強だけどみんながいる。絶対倒す。How should I do this? 向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。腕が生えた？ありゃ、銃を持ってんのか？これは罰である。なんだこの攻撃は？人類が称えた大罪？どういう効果か分かるまで警戒を怠るなよ。記憶に支配されてる。集中して、妄想で動けなくなる。色ぼけしてる場合か！Oops. Panzer が華麗に回避。これは罰である。いかないかね。これで。Ooh, that did a lot of damage. We are the Toki Hanatsu, the Kyoshoku no Taizai. Ningen yo, omae ni nogareru sube wa nai.攻撃をしてきやがった。しかもまた滞在って。くらえ。ノアルの体力が助けが必要だぞ。はい。ここはペルソナで。これでどう？今度は剣か。断罪する。また違う攻撃か。今後も違う。今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。そい。
今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。容赦しない。
無意識の死に人間何時そのそしてハメ何か飛んでも敵が力を貯めてる必殺の一撃が来るぞいけI got this.That was a weird attack. Good game. GG. Last one. Nope. Oh, yeah.我が統制はこの世界の真理なり。こいつ、つめえ。神だって言うなら。人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するためにだから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。
そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ、くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの？みんな、世界に見捨てられた汝らに、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が立たなきゃ。力が、私ももうここまでなの。土星にはひとかけらの不足も許されない。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背くなんちらを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の悪党を集めた従者か。そのような卑怯なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。落ち着いてください。先輩、どうなってるんですか。ダメだ。これ、なんだっけ。確か、まだ諦めてないんだ。こんな状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。
前も怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな俺らだけじゃねえみてえだ。ここまで来て負けるとかなし、最後までやり遂げて。これでも期待したんだぜ。絶対勝てよ。応援すれば勝つならいくらだって応援するし。こんだけ人の心を掴んでんのよ、負けたら承知しない。私には分かります。あなたたちならどんな運命にも抗える。前を向いて戦い続けるの、私もそう教わったから。ずっと応援してきたんだ、今までもこれからも。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。一撃怪盗団。頼んだわよ怪盗団、最後まで私は君たちを信じる。聞こえるだろ、お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろ。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ話終わってるの。そんなことされちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗団。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。力を扱い損ねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。ん？何？
でかっ。こんな巨大な力、まさかペルソナなのか。ありえねえ。なんだあれ、あれも怪盗団の仕業なのか。マジすげえ。いいぞ怪盗団。愚かな、これだから人類は。の王で退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望すべてを託すぜ。決着をつけてやれ。奪え、アタナイル。なんという力。この我は全ての大衆の願いより生まれた神を超えるか。これが真のトリックスター。イゴールめ、ざれ言ではなかったか。お宝じゃねえ。なあモナ、世話になったな。モナちゃん、モナ、人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい。お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい。ここももうすぐ消える。帰るとするか。なんだこりゃ。これは
が呼んだ。見て。全部消えてく。異世界だけじゃない。全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。モルガナ…モナ…ないのね、異世界ナビ。メメントスも消えちゃったのね。モナにはもう会えないんだな。大丈夫、もう分かってる。何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば、大衆は改心はできたのか。デート遅れちゃう。クリスマス、一人か。よくわからないね。このままだと、総理不在で年明けだろう。この国大丈夫か。でも指導はないですよ。黒い噂、いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれたんだし。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら、怪盗団もお役御免だな。寂しいね。サブ雪だ。寒いわけだ。ひょっとしてホワイトクリスマス？まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散しましょう。明日ルブランに集まって報告を兼ねた最後の会議ってことで。そうするか。ねえ、じゃあクリスマスだし最後の打ち上げしない？いいなそれ。予定のあるやつ、まさかいねえよな。じゃ、決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。ではまた明日だな。私、宗次郎心配だから先帰るぞ。私たちも帰ろうか。
世界を救った英雄がイブに一人なんてね。ちょっといい？まずはありがとう。頼みを聞き入れてくれて、これで世論が変わってくれればいいけど。変わるのよね。そうよね。誰も成し遂げたことのない世直しだものね。でも変わると信じているわ。シドウは様々な罪を告白した。逮捕まではそれでいける。問題はその先。廃人化事件は異世界との関連が証明できないと有罪は困難。実行犯の明智は行方不明。証言できるのはあなたたちだけなの。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。シドウを有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要。でもそれはあなたを表舞台に立たせることになる。あなたは一躍この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがないわ。あなたたち怪盗団にメンツを潰されることになるからね。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。出頭すればあなたは確実に逮捕される。そしてあなたには前歴がある。警察や検察はそこをついてくるでしょう。逮捕された事実を著しい非行としてあなたの保護観察を取り消し少年院に送致する可能性が極めて高い。あなたを隔離するために。連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの。代わりに仲間の安全は保証されるはず。いえ、必ず私が保証してみせるわ。シドウ周辺の事件を解明するため私は動く。全て明るみに出すつもりよ。二度と世間が歪まないようにね。それをあなたも望んでいるでしょう。これは私とあなたの最後の取引みたいなもの。もうあなたの意思で警察に出頭してほしい。ありがとう。きっとそういう気がしてた。あとは私たちに任せて。じゃあ行きましょう。クリスマスって本当どこに行っても混んでるね。それも幸せそうなカップルばかり。
で、この後ってどうするの？二人っきりになれたのはいいとして、別にいつもの感じと変わらないよね。そういうこと、真顔で言う？いいぜ。そうだ、これプレゼント。I wouldn't mind a wristwatch. 気に入ってくれるといいけど。I like it. It's wonderful. 大事にしてね。ごめん。いきなり話題変わるけど。指導の件、お姉ちゃんが勧めてくれてる。けど、なかなか難しいみたい。詳しいことはわからないけど、指導を有罪にするための証言を取るのがって話してた。お姉ちゃんがいてくれるし、悪いようにはならないと思うけど、先がどうなるのかわからないのってちょっと怖くて。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうしたの？ごめんね。変なこと言って、せっかくのクリスマスなのにね。今日は帰るね。平気。私に隠してることあるよね。なんでもない。おやすみなさい。Destiny. これまで沈黙を守っていた検察にいよいよ動きです。検察は指導議員が告白した複数の罪に対し立件する方針を固めました。また指導議員に議員辞職を求める声が相次いでいます。選挙の無効とやり直しを求める全国一斉デモがインターネット上で計画され、一晩でここまで変わるか、すげえもんだな。でもあいつ、メリークリスマス。あ、元気ねえな。双葉、何泣いてんだよ。喧嘩でもしたのか？ねえ、リュウジ。んだよ。メリークリスマス！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 この空気、あいつは？マコちゃん、どうしたの？いいよ、俺から説明する。どういうことだよ。
国を救った英雄が少年院で獄中生活、理解不能だ。制度上仕方ねえんだ。気に病むことはない。精一杯掛け合っては見たんですが、私が何か言ったくらいじゃ。くそ、ありえねえだろう。こんなの納得できる？私はできない。当たり前だ。異論の挟みようもないな。取り調べは仕方ないとして、問題はその後の措置よ。前歴とか保護観察とかざけんなよ。もともとやってねえんだよ。指導が真実を語っても全部なしにならないの？それだけじゃ無理。お姉ちゃん前言ってたでしょ、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。証拠ってなもんどうすりゃ。警察もグルだったって話だし、隠滅されてんじゃねえか。双葉、パソコンで探せないのか。過信するな。万能の危機じゃない。やれる限りのことはするけど。異世界ももうないし。マスター、何かいい手はありませんか。こんな時モナちゃんだったらなんて言うかな。お前ら大したことねえなと笑うだろう。偉そうにね。あいつうざかったけど、いなくなるとあれだな。なんだかんだで結構頼ってたし。人間の希望、なんとかしてやりたいが。ねえ、こんなんじゃモルガナに合わせる顔がないよ。正直何すればいいか全然わかんない。でも諦めたら絶対助かんないじゃん。みんな彼に助けられたでしょ。今動かないでどうすんの。なんとかしなきゃダメだよ。下向いてる場合じゃねえ。異世界を使わずとも俺らにできること、探せば何かあるかな。落ち着いてじっくり考えてみましょう。死の窮地だって脱してきたんだから、私たちなら絶対何とかできる。そうだ、やるぞ。俺らのリーダー絶対救うぞ。よし。知らねえでいい気なもんだぜ。救ってやったのに。いいけどよ。あいつ今頃どうしてんのかな、うんうん、しかしわざわざ集まる必要があったか。進捗の確認なら携帯でも。みんなで気合い入れるためだ。こっからが大事だしよ。それにたまには顔を合わせて話さないとね。年越しって前はこんな騒ぎじゃなかったわよね。
こっちは気引き締めないと。私はお父様の人脈も当たるつもり。すげえ頼れそうだ。これが最後。絶対成功させるわよ。足りめえだぜ。That was a weird sound effects for that.
that. That would be nuts.素晴らしい。でも心の牢獄を脱したというのに、今度は現実で収監されることに、自分の利益よりも他者の幸福を願ったがゆえの皮肉な顛末。けれどそれでいいのです。あなたは自分の意思で正しい道を選んだ。ついに最後の最後まで自分の利のために道理を曲げることはしなかった。あなたが手にした最後のアルカナは世界、誰に流されることもなく自分の足でこの世界に立つ意志の力です。それは同じ志を持つ仲間たちと共に未来へ向かうための希望のもとになるでしょう。その力を得たあなたはもう居場所なく一人でさまよう存在ではありません。私の役目もこれまで。あなたは最高の客人だった。
久しぶり。今日は嬉しいニュースを2つ持ってきたの。指導正義、ついに起訴にこぎつけたわ。おそらく有罪になるでしょう。捜査へのご協力感謝するわ。君の証言とっても役に立った。正直一時は絶望的だった。でも市民運動でメディアが動いて、及び腰だった検察内でも協力者が現れて、公判開始までしばらくかかるでしょうけど、世の中が変わる第一歩よ。ただ罪状は今のところ公選法違反、政治資金規正法違反、それに収賄、十分大騒ぎだけど、正直まだまだ不満。異世界の立証が難しいから仕方ないけど、とはいえ指導は立証前の罪も全て認めてるわ。2ヶ月もかかったけどね。もう一つのニュース、君は今日で釈放になる。そうよ、指導の証言で君の例の事件のことが分かってね。故郷で君が逮捕された傷害事件、無実が証明できそうなの。処分の取り消しは決定的。一足先に自由の身を。あの子たち相当頑張ってくれたわ。被害を受けた女性が見つかって証人として迎えられたのが決め手になった。それだけじゃない、いろんなところから信じられないほどの後押しがあったわ。1年以上も前の当事者を本当に見つけてくるなんてね。正義の怪盗団はいなくなった。あとは私たち大人が社会を正しい方向に持っていく。なんて大人の言い分、信用してもらえるかしら。残念だけど当然ね、必ず結果で示すわ。でも裁判で君を救えて本当によかった。あんなに嬉しかったの初めて。自分の出世なんかよりも君の未来を守れた充実感っていうのかな、君に生き方まで教えられた気がする。そんなことないわ。そういえば一つ気になってたことがあるの。私の世界にあったお宝って結局何だったの？今となってはどうでもいいわ。これまだ誠にも言ってないんだけど、君たちと出会って気づいたの。私の中の一番の宝物は大切な人を守るための正義なんだって。誠からもそれを教えられたのね。きっと指導の件が片付いたら検事は辞めて弁護士になろうと思うの。弱肉強食の組織を変えてやりたいけど、それは別の人に任せるわ。これからは自分より誰かのために正義を貫きたいから。じゃあ私手続きしてくる。あ、そうだ、最後にもう一つだけいい？君の証言では鴨志田の件の後怪盗団を辞めることだってできたはずよね。どうして怪盗団を続けたの？私の考えすぎかもしれないけど、正義のために他人の心を盗んだ怪盗団と、自分のために他人の心を操ろうとした大悪と、君と指導の因縁はずっと前から始まっていて、それが今こうやって決着することになった。ちょっとできすぎじゃない？まるで初めから誰かが描いていたみたい。もしかして君、最初からこうなることが狙いだったとか。 It was all a game. ゲームか。
君らしい答えだわ。私この仕事を通して嫌というほど悪党や罪人を見てきた。 Oh, that's a good one.ゲームか、ゲームか、ゲームか。だ。でも、君みたいな若者がいるなら、世の中まだまだ捨てたものじゃないわ。ごめんなさい、長々と。あの人をあんまり待たせるのも良くないから。本当にありがとう。じゃあね。よ、待ったぜ。たく、迎えてからでもねえんだけど、双葉が行けってうるさくてな。まあせっかく無罪になったんだ。また何かしでかされたんじゃ、こっちの立場もねえからさ。家に帰るぞ、寒いからさっさと乗れ。全然すまねえ。今朝起きた人身事故の影響で各線とも現在も大幅にダイヤが乱れており。また事故か。4月の時思い出すな。学校に挨拶に行ったろ、日曜だってのに。ロッ、嘘つけ。そう昔でもねえだろ。今思えば俺もひでえな。あんな物置部屋に一人で放り込んで。まあでもお前はもう、お前いい仲間持ったな。戻ったらちゃんと礼言っとけよ。Not even a tie-dye my... Namaste! Kora, kora! Yatta na! Hisashii na. Sasuga! Heikisou jan! Yokatta! Oh, this one might be a good one too. This one is the best one. I like this one the best. Suka, うまくいったよな。あの時諦めないで本当に良かった。頑張った甲斐があったな。リーダーがいなくなってしばらくはどうしようもなくてさ。でも気づいたの。特別な力とか異世界がなくても現実は変えられるはずって。年明けから1ヶ月ちょっと、俺たちいろいろ駆け回ったんだぜ。私たちだけじゃない。あなたを信じてくれた人みんなだね。おかげでリーダー奪還作戦成功だ。お互い様だろ。ひどい目とか合わなかった？なんかちょっと痩せた？Shit, I wish I could lose some weight. らしいからな。無理もない。で、何を食った？納豆？草や？それともドリアン？そういう問題じゃないでしょう。うまい飯なら今から食えるぜ。
マスターがパーティーの買い出し行ってくれてるし、パーッと行こうぜ。ようやくみんな集まったんだしよ。みんな一人足りない。そっか、モルガナ。今回の作戦、一番の功労者かもしれないよね。一度は諦めかけた時も、もしモルガナがいたらって思ったの。あいつ諦め悪いからよ。絶対なんか行動するじゃん。いつも私たちを引っ張ってくれた。怪盗団のエンジン部分だったな。なんせ車だもんね。モナ、また会いたいな。お、マスター早えな。呼んだか？モナ！なんでいるの？だって消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。はあ？じゃあ何？猫として現実に残ったってこと？目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。全然わかんねえ。つか生きてんならすぐ戻ってこいよ。だってあんなお別れめいたこと言った後だし、なんか戻ってきづらくてよ。気遣いを覚えたようだな。成長してる。お前らが証人見つけたのも知ってたから首相を待ってたんだ。よく頑張ったなお前ら。我が輩がいなくてもやれたじゃないか。早速上から目線。みんな心配かけてごめんな。あ、抱きつかれる前にシャワー借りていい？野良猫長かったし匂いそうでさ。おい猫、シャワーじゃねえだろ。涙を返しなさい。許しがたい。どうだ、いやいや、やめれ。ねえ、とんだ歓迎だぜ。やっぱこうでなくちゃね。ようやくいつも通りだ。だな。やっぱ我が輩がいないとな。戻ってきたはいいけどさ、これからどうすんの？あ、まあ考えるよ。何を？人間になる方法に決まってんだろ。そうなの？人間じゃないと分かったが、人間になれないと決まったわけじゃない。それにこうやって生き残ったのには意味があると思うんだ。ともかく無事で何よりだ。これは想像だがな、世界の歪みが消えた結果、お前らの認識してた事実だけが残ったんだろう。我が輩には現実に居場所があると思ってくれてたということだ。当たり前じゃん。モナの居場所はここ。そうだね。あ、そうだ。悪い、流れぶった切りだけど、マスターから聞いたんだけどさ、来月地元帰るんだって。こっちに残れないわけ？無罪になったっつってもあっちじゃレッテル貼られたままだろ。帰ったって居心地悪いだけじゃね。どうしたの？ Yeah, I don't understand why they made the main character go back. じゃあこうしない。リーダーが帰るってことは怪盗団も本当の意味で解散だよね。今日は出所祝いと解散記念日。それ記念日？真面目に言ったんだけど。でも悪くないよね。そういうことなら。そうだよな。今日はダブルで盛り上がればいいし。突然ではあるが、我が輩こいつについていくことにした。何かと持ってるやつだしな。ついてけば
人間になる方法もわかるかもだし、それにまたグレるかもしれないだろう。そうだったっけ。ということで、さっきのに我が輩の送別会もつけてくれ。それ別にどっちでもよくね。帰るの来月なんだよね。送別会には早すぎる。趣旨が分かりにくい会になっちゃう。じゃあ我が輩の復活祭だ。なら文句ねえだろ。寿司頼め寿司。騒がしいな。外まで聞こえてるぞ。猫の声がすると思ったら戻ってきてんじゃねえか。ご主人、こいつらひでえんだ。相変わらずうるせえ猫だな。こら、我が輩はただの猫じゃないぞ。俺には何言ってかわかんねえって。ほらよ。あ、こんなのじゃなくて寿司よ。ん？ん？ん？いや、これうまいな。ったく、自己主張の強い猫だよな。一体誰に似たんだか。モルガナが人間になったら、こいつそっくりかもな。なるほど。あるかも。我が輩がこいつ？まあ悪くはねえな。リュウジだけはお断りだが。だと？そういうとこすぐ切れたり下品なんだよ。てめえもう一回消えろ。うっさい。出所祝いに喧嘩すんな。また始まった。世界は変わってもお前らは変わんねえな。まったくだ。お稲荷は変態だしな。誰が変態だ。ともかく。Oh man, I want to save this one too. 誰が変態だ。誰が変態だ。誰が変態だ。ようやく勢ぞろいしたんだ。今度こそバーッと行こうぜ。仕方ない。誰が変態だ。そうじろ寿司。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ。
こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。すみません、ヤブン。なんだよ。そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。なんか気を使ってもらっちゃったね。付き合ってくれてありがとう。作りも考えたんだけど、そっちのが良かった？それ、ホストとかが言いそう。でも、良かった。間に合ってくれて。初めての本命は、ちゃんと面と向かって渡したかったから。嬉しいな。受験頑張ってるよ。法学部受けてる。警察官僚になるって今も変わらないよ。きっとできるわ。あなたのためならね。そうじゃないの、知ってるくせに。やっぱり隣いい？いいですよ。今日一番話したかったこと。来月向こう帰っちゃうんだよね。私たちどうなっちゃうの？つもりとかじゃなくて、いろいろ言いたいことあったけど、顔見たらそれで良くなっちゃった。出所するまで待てたんだし、別に住むとこが違うくらい。 Well, I chose the wrong answer for that. ずっと待ってたんだよ。これくらいいいよね。Futaba has the cutest present. I like that.
どういうつもり？あのさ、わざわざ持ってきたんだけど、チョコ。チョコをもらって。私が握りつぶさないうちに。チョコ。一応受け取ってよ。チョコです。これ。チョコ。遠慮しなくていいんだよ。チョコ。食べられるよね。チョコあげるって言ってるんです。チョコ。わかる？は？許せないです。ふざけんじゃないよ。おう。しょうがねえな。誰が変態だ。ったく。素晴らしい。おう、お前いよいよ明日出発だな。宗次郎が今日は店の手伝いしなくていいって。出発前に仲間や世話になった人たちに挨拶してこいよ。ああ、行ってこい。寂しくて泣くなよ。
眼鏡が曇っちゃうじゃんか。価値はありません。将棋も恋も最後まで全力でですよ。あなたの運命、私がいただきます。なんちゃって。なんちゃって。優秀なトリックスター殿にとっては今更な言葉ですけどね。
家事全部やってあげるから。うん。Perfect. Yeah, that's pretty much everyone here, and then we're gonna go talk about it. That was interesting. トリックスター殿にとっては今更な言葉ですけどね。やあ、失敗しても笑わないでくれよ。君のためにいい女になっててあげる。誰が変態だ。That's literally in front of the smoothie place. Yeah.
笑って生きろ。けど囚人なりの楽しみってのそれ探してみるわ。するわ。こんにちは。あら。大丈夫か、あなたなら。自分を見失わない。あなたならね。いいえ。
だけは大事にしなよ。元気でね。帰るとするか。挨拶回りは済んだか。どうだった。こっちに残りたいとか思ったか。そうか。いい思い出が多かったんだな。明日の朝は早いんだろ。渋谷経由だっけ。寝る前に荷物まとめとけよ。ああ、バカ猫もちゃんと連れてけよ。迷子で戻って来られたら困っから。バカにすんなよ。我が輩は一人でどこにでも行けるぞ。相変わらずよく泣くな。おい、双葉。猫なんつってんだ。ん？俺との別れが悲しいのか？宗次郎のバカだって。なんだと。跳躍すんな。綺麗にお別れさせろよ。モナの世話は任せた。宗次郎の世話は任せろ。よし、頼まれた。おいおい。よし、頼まれた。よし、よし、よし。よし、頼まれた。よし、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 よし。お前がいなくても、私ちゃんと頑張るから。よし。だから、お前も頑張れよ。今まで、本当に、ありがとう。メリークリスマス。おう、忘れもんないな。更生させるつもりで預かったのに逆にいろいろ助けられちまったな。元気でな。よせよ、女に言われるならともかく。ああ、ごめんな。二
タバにも見送りさせようと思ってたんだが、朝から見当たらねえんだ。あの猫もさ、こっち来ることがあったら寄ってけよ。一杯ぐらいならおごってやる。ってことは、店畳んじまったらまずいじゃねえか。ん？何してんだ？早く行けって。はいよ。解散と言ってたのにな、まったく。お？半端なとこに止めちまって悪いな。援護しやがってよ。ねえ、モルガナまだ？なんで我が輩がまた車がかりなの？終わりじゃなかったのか？いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの？たく、律儀に戻らねえでもいいだろうによ。一度ついちまったレッテルってのは剥がれねえもんだぜ。ん？暇な連中だな。いいじゃない、他人の目なんてもう関係ない。私たちはもう自分で決めてどこへでも行ける。お待たせ、プラグを拝借してやったぜ。すごい、一発でかかった。じゃあ行くか。どうした？早く追いかけろ。エンジンか。つっても俺らの番に乗っちまったからにはまっすぐ直行はねえよ。じゃあ一ついい？お友達が困っててみんなの知恵を借りたいんだけど。何それ、面白そう。面倒事なら俺は降りるぞ。素直じゃないな、お稲荷は。降りる。ちょっと、こんなとこでドア開けないで。謝ら、謝らない。わかった、モロちゃん危ねえだろ。
としてまだ誰かの夢の中なのかもとか考えちまうな。いいさ、それでも我が輩たちは自由なのだ。そうだな、世界なんて味方一つでどうにでも塗り替えられるんだよな。それが美学ってやつだろ。ああ。All right, I'm done. That was a good game.